アトリエ中学校。はい、おはようございます。こちらレポーターの小泉和樹です。今回はですね、こちらここです。アトリエ中学校作品展でございます。それでは行ってみましょう。こちらが受付となっております。見てください、この可愛らしいお姉さん。はい、早速ここ行きました。今回のここのフロアです。あそこですね、モーターショーでございます。ここを見てください、バイクがここに並んでおります。大迫力ですね。これもすごい。見てください。かわいらしい。かわいらしい運転手さんが乗っております。俺、運転手。モーターショー見て、お気持ちはどうですか？飾りとかもいっぱいあって、すごいと思います。おお、ありがとうございます。そして、これは次です。ここがパトカーとなっております。見てください、このかわいらしいハート。パトカーってこういうものだったのでしょうか？驚きです。こちら、バスとなっております。お客さんも乗っているようなので見ていきましょう。 こちらがバスの中となっています。運転手さんが運転しております。あっと、可愛らしい男の子が乗っております。なんだろう、デコトラとなっております。このかっこいいムキムキな筋肉質の男の人がドラゴンを抱えております。男らしい人は乗ってるに違いありません。それでは運転手さんを見てみましょう。何でしょうか、何でしょうか。お客様方もこの通り熱狂中でございます。このライブはどうでしょうか。ですね、このライブを見てるとですね、魂の叫びが聞こえるように声が響き渡ってこっちまで元気もらいますね。おお、100点満点のコメントですね。それではこちら行きましょう。じゃじゃ、あー、どこまで行くのかな。次は小学校に行きます。小学校です。よいアトリエ中学校。わー、回ってる。やまりあちゃんにだぞ。りょうが一周してどうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございました。またねー。おいでー。こちら鶏が並んでおります。それでは感想を聞いてみましょう。僕も和樹ですが、和樹さんよろしくお願いします。はい、とても鶏っぽいと思います。一番すごいのはやはりこちらですね。僕の作品です。見てかっこいいでしょ、ね、それでは次行きましょうか。はい、こちら2歳、3、4歳クラス、幼稚園クラスの作品を見ていきましょう。迫力あって面白い。はい、こちらイカが飾られております。見てください、このカラフルで、それでも丁寧なイカたち。音楽を聴いて、そして頭の中で想像したものを描くというところになっております。こちらが輪王寺に行って実際に見て描いたロバでございます。こちらいろいろなロバがありますね。お客さん見てみましょう。一番好きな作品ってどれですか。これです。そして私のこれもいいですね。静かに入ってみましょう。こちらでございます。影コーナーになっております。小学生たちがカッターを使って切った影コーナーでございます。細かいところまで切れていますね。こ
こちら幼虫クラスの顔のコーナーとなっております。見てください、こちらいろいろな顔があります。笑った顔にお顔コラージュ、やっぱりですね、この小川そらくんの僕の顔っていうのがとても素敵です。この時に着てたミニオンのこの服がちゃんとここのところ書いてあるのと、これは帽子をかぶったまま自画像を描いたので、ここの帽子も自画像に入っています。とってもかっこいいです。いえ、こちらウサギコーナーとなっております。見てください、いろいろなウサギさんがいます。このウサギかわいい。兜コーナー、こちら兜コーナーとなっています。そしてこちらいろいろな兜が揃っていますね。こちら真田丸でしょうか。とてもかっこいいです。鎧付きです。そしてほら、あれが持ってるゴールでしょうか。もはや兜なのかよくわかりません。優しい、優しい。こちらトランスフォーマーです。僕よりとっても大きいですね。3人分くらいでしょうか。とても巨大でございます。ミサイル発射されていますすいません、取材なんですか、いいですか。この中の野菜で一番何が好きですか。私はチンゲンサイが。チンゲンサイですか。甘くなりますか。なるほど、いいですね。じゃあこちらのお母さんはどうしますか。はい、私はこの大根が気に入りました。すごく葉っぱも生き生きしてて絶対美味しいと思います。これおすすめですはい、ということでお母様方でした。ありがとうございます。ラーメンちゃんの顔が描かれております。一番何が好きですか。ナイスフェイス。毎日ミニコンサートもありました。見ました。あきらちゃん、みかちゃん、キャンプくん、タンバリンくん、ドキドキラーメンちゃん、僕たちも参加して楽しかったです。アトリエ自由学校の作品ってどうでしたか。作品ね、ありがとうございます。それでは皆さんも自分で絵を描いてみて楽しんでくださいね。それではバイバイ。ドライブ